こんにちは、みずきです。今回はビセの新作コスメをレビューしていきたいと思います。はい、ということで2月16日にビセから新作コスメがたくさん出たんですけど、その中から気になる4つを買ってきました。はい、こちらです。ビセリシェ2つとビセアバン2つ、こちらを買ってきました。では1つずつご紹介していきます。まずはこちら、フォギーオンチークスの NPK822 番です。はい、フォギーオンチークスは多分2つ目だと思います。はい、こんな感じ。私が前買った時とちょっとパッケージが変わってますね。こういった明るめのピンク系です。で、下の方にはブラシがついてます。はい、手に取っていくとこんな感じ。あ、本当に透明感がすごいですね。なんかね、結構色味濃いかなと思ったんですけど、本当に血色が出る感じ、ツヤと透明感があります。あ、これは使いやすそうだ。ではこちら塗っていきます。私ピンク系あんまり買わないんですけど、もうすぐ春だしいいかなと思って買ってみました。どうかな。あ、これはすごい肌なじみがいいです。全然イエベでも使えるピンクだと思います。あ、これは買ってよかった。で、付属のブラシ使っても固まって入らないし、結構ねふわっとこう広範囲に塗るので本当に顔色がよく見えるし、春コスメではあるんですけど全然オールシーズン使えそうです。ほんと濃くなくて使いやすい。あ、これは想像以上に良かったです。今まで使ってきたピンクのチークの中で一番好きかもしれないです。でフォギーオンチークスはパウダーではあるんですけど、美容液成分アーモンドオイルが配合してあるので粉っぽくならないのもすごくいいなと思います。はい、では次こちら、グロッシーリッチアイズの NRD6 番です。はい、こちらのアイシャドウなんですけど、これはリニューアルされたものになります。で、これも保湿の美容液成分が入っていて、ヒアルロン酸スクワラン配合です。ビセは結構美容液配合ってのが多いですよね。はい、パッケージこんな感じでちょっと高級感があって可愛いです。で、私このアイシャドウはね初めて買いました。一番気になったね、この赤み系を買ってみました。じゃあまず全部手に取っていきます。はい、こんな感じで発色がかなりいいです。で、触った感じの質感がこのホワイトだけ結構パウダーっぽいサラサラした質感なんですけど、この3つのカラーは触った感じがすごいしっとりしてます。柔らかくて本当に少しだけ取っても色味がつく感じ。はい、では目元に使っていきたいと思います。まずはブラシを使っていきます。ホワイトはちょっとラメ感がありますね。このホワイトね、結構目の周り明るくしてくれて、ツヤ感もすごい綺麗です。じゃあ右目は指で塗ります。はい、このカラーに関しては指で塗ってもブラシで塗ってもあまり違いはないかなと思います。では次こちらのベージュ、綺麗。もちろん色味も綺麗なんですけど、なんかこう塗った時の仕上がり、質感がね、なんかすごい上品な気がします。で、結構しっとりしてるので指でのせていくとちょっと濃いめになるかなと思います。うん、濃いめだね。ブラシでものせやすいし、指でもグラデーションは作りやすいです。はい、次こちらの赤み系のカラー、かわいい。
ちょっとこうオレンジっぽさもあって赤っぽさもあって、なんか今時なカラーですごい可愛いなと思います。やっぱり上はベースでベージュ系のものを使ってるので若干こうオレンジっぽさが増してるんですけど、下の方だと赤っぽさがわかるかなと思います。はい、次指。指もほんと入れやすい。ただやっぱり指で入れると若干濃いめの仕上がりになります。え、このカラーめっちゃ可愛いんですけど。で、一番この濃いめのカラーはちょっとチップを使って入れていきます。私結構アイシャドウをアイライン代わりにするのがすごい好きなので、しっかりめに乗ってくれればすごい使えるかなと思うんですけど、あ、いい感じ。本当濃すぎず薄すぎず、すごい肌なじみがいい濃いめのカラーです。うん、ちょっと深みが出ましたね。はい、こちらがブラシで作った方で、こちらが指で作った方です。どうでしょう、違いが分かりますかね。まあ仕上がり的にはね、そんなに違いはないんですけど、やっぱり指で入れるとね、インパクトが強めになるので、もうここは好みの問題かなと思います。で、粉落ち、ラメ落ちも全くしてないんですよ。それがすごい。ほんとここまでしっとりしてるアイシャドウってね、意外と少ないのかなと思うので、こう毎回粉落ち、ラメ落ち気になる方にはぜひ使ってほしいなと思います。あのカラーにはラメは入ってないんですけど、ホワイトだけラメが入ってます。少しだけ。はい、このアイシャドウも気に入りました。はい、続いてビセアバンの方をご紹介します。じゃあまずはこちら、リキッドアイカラーの004番です。はい、パッケージこんな感じです。はい、私が買ったこの004番はグリッターになってるんですけど、こんな感じのチップタイプのアイカラーですね。塗ってみるとこんな感じ。透明感のあるゴールドですね。若干ホワイトとベージュも入ってる気がします。で、これはいろんな使い方があるかなと思うんですけど、私はね、目の下に使いたいなと思ってちょっと塗っていきますね。はい、こんな感じ。うん、想像通り。最初にスッと置いて、それを指で広げます。そうするといい感じになります。あの前使ってたスティラのグリッターのちょっとこう抑えめバージョンというか、上品バージョンという気がします。ラメがないマットのアイシャドウを使った時に、こう目の上にポンポンと置いて、仕上げに使ってもね、すごい可愛いと思います。うん、使える。これも買って正解だ。なんか他にもね、気になるカラーいろいろあったんですけど、とりあえず無難なカラーを最初に買ってみました。これはまた追加で別のカラーも買うかもしれないです。はい、そしてラストこちらです。リップ&アイカラーペンシルの015番です。あのさっきのグリッターの方にも美容液成分入ってました。で、こっちの方には美容液成分コラーゲン EX ミネラルオイルが配合されてます。はい、こんな感じのペンシルです。こういった削るタイプですね。で、カラーは、こんな感じ。ほんともうこのカラーと一緒。で、若干ラメというかパールっぽさが入っていて、このペンシル自体はね、すごい柔らかくて描きやすいです。うん、描きやすいですね。私最近ペンシルで形整えたりするので、ちょっとそういう時に使おうかなと思います。ただこれでリップを全部塗りつぶすってことは多分しないかな。
主に目元とリップのライナーとして使うと思います。じゃあちょっと目元に使っていきたいと思います。おー、かわいい。これは全部引きたくなるカラーだ。なんかね、すごい肌なじみがいいのでパキッとラインを引いても全然浮かない。うん、これも気に入った。私ラインを目頭から目尻まで引くのあんまり好きじゃないんですけど、これだったら引きたい。でオレンジのカラーマスカラと合わせたらめちゃめちゃ合いそう。あと指でぼかしてもね、すごい可愛いと思います。でこのペンシルは汗と水と涙に強いウォータープルーフタイプだそうです。なので粘膜とかにも引けるんじゃないかな。あ、これは使えるわ。すごい柔らかいし、粘膜引いた時も全然痛くない。まあ一つ残念な点を言うと、この削りがめんどくさいかなっていうところくらいですかね。まあでも繰り出し式だったらね、この柔らかさは作れてないと思うので、まあ仕方ないですね、そこは。ちょっと最近ね、こういう鉛筆タイプのペンシル使ってなかったので、削るやつを買いに行こうと思います。これもまた別のカラーが欲しくなりそうです。はい、という感じで今回はヴィセの新作コスメをレビューしていきました。ちょっと今回大当たりすぎないですかね。ほんと全部ね、想像以上に良くて、順番をつけるのすごい難しいんですけど、いい意味で一番裏切られたのはこのチークでした。こういうカラーってね、結構固まって入ることが多くって、さらに私の肌色には合わないようなカラーだったので、これに関してはちょっと不安だったんですけど、めちゃめちゃ良かった。ほんと毎日でも使いたいくらいめちゃめちゃ使える。いや、これは本当におすすめです。イエベでも使えるピンクっていう感じです。でカラーペンシルが2番目で、3番目がこのアイシャドウたち。このペンシル本当発色も良くて、こうスッとワンストロークでもね、色味しっかり出るので、すごい扱いやすかったです。本当使い勝手が良さそうだなっていう意味で2番目にしました。でこのアイシャドウたち3番目とは言ってもすごく良かったです。発色も質感も粉落ちも問題なしで、しっとりしてるので色味はしっかりのるんだけど、グラデーションが簡単、グラデーションが苦手な方でも使いやすいかなと思います。でこのリキッドは塗っていたところ乾いてきてもラメが落ちてくる感じも全くなくて、粉のアイシャドウの上からでもね全然使えたので、これもめちゃめちゃ優秀でした。とりあえず今回は気になってた4つをご紹介したんですけど、多分ねまた追加で買うんじゃないかな。最近ヴィセのコスメあんまり使ってなかったんですけど、ちょっとまた自分の中でのブームが来そうな感じです。またメイク動画でも出てくると思うので楽しみにしていてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では